セブンアイは、伊東洋華のなどスーパー事業の一部株式について早期の売却を検討していますが関係者によりますと社名の変更を検討しているということです現在の社名のアイは、素業の伊東洋華堂の頭文字も意味すると理解する向きが多い中セブンアイは経営資源をコンビニエンスストア事業に集中させスーパー事業を分離した上で社名を変える方針です。 さらに、セブンアイはきょうカナダのコンビニ大手から買収の再提案があったことを発表関係者によりますと買収金額は前回を2割上回る7兆円規模の提案とみられています